6月5日は、六月型駆逐艦2番艦、キサラディ、計1隻の進水日である。艦名は、旧暦2月のこと。本艦は、初代神風型駆逐艦の、キサラギに続いて2代目、大東亜戦の、ウェイク島攻略戦で撃沈され、六月型駆逐艦、最初の沈没艦となった。ごめでたう、キサラギちゃん。提督は、心の底から祝うっぽい、ぽい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 。ぽい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 、おい、舌がとろけるぽい。